どうもアダスです。今回ですけども YouTube の投稿で今年買ったまたは買う予定のドライバーを教えてくださいというアンケートを実施しました。実にですね405票の投票をしていただいたので、今回は皆さんが書いてくれたコメントと最後にはランキングの結果発表をしていきたいと思います。ではエントリーしたドライバーは、まずはテーラーメイドからステルス2、キャロウェイからパラダイム、そしてコブラからエアロジェット、ピンから G430 とその他ということになってます。それでは早速参りましょう。エゾボル、パラダイム、エアロジェット、ステルス2を打ったけどどれも変わらないからかっちょいいのを選びました。ステルス2買ったよ。この人はとりあえず全部試打してみたんですね。でもまあどれもね、あの飛距離変わらないってあるあるなので、最終的にはかっこいいステルス2を買ったみたいです。今 SIM2 を使ってるのもあって、ステルス2またはステルスに移行予定にしてます。今は SIM2 ということなんですね。でパラダイムのトリプルダイヤも一応視野には入れてると。でこの人結構なハードヒッターみたいなので、もしかしたらステルス2もプラスを選ぶのかもしれないですね。ステルス2買いました。 25g のウェイトを外してシャフト 47.75 インチの魔改造で飛距離アップ、打感も最高です。去年買ったテーラーのドライバーの中で一番でした。この人はなんと魔改造込みということで、なかなかロマンある方ですね。 G430LST 使ってます。曲がらないとは思いますが、シャフト変えたりウェイト変えたりしても LTDX-LS よりは飛ばないなと思っていたら、エアロジェット LS が LTDX よりミート率高く距離も出たのでエアロジェット買います。ステルス2は飛んだけど曲がりがひどく、パラダイムは安定したけど飛ばなかったので私には合わなかったのかなと。トリプルダイヤはちょっと試してみたいです。この人ももともと LST 使ってるみたいなんで、なかなかのハードヒッターみたいですね。でもこの人はエアロジェットに軍配が上がったようですね。なかなかね、皆さんコメントしてくれる方ハードヒッターが多いようです。パラダイム、ステルス2試打しましたが、打感と安定感で ZX5 Mark II LS を自分的に超えないのでそのままです。ちなみに今年ステルスに始まり、ローグ括弧3種類、ヤマハ、 G430 などいろいろドライバーを変えた身ですが、落ち着いたような気がします。この人はめちゃくちゃドライバーね変えてるみたいなんですけど、まあ、最終的には落ち着いた1本があったので良かったですね。購入予定のモデルはスリクソン ZX5 Mark II。これは試打動画を出していただき参考にさせていただきました。あと気になっているのはミズの ST230 ですが、この試打動画もお願いします。試打動画がね役に立ったということで、すごい嬉しいですね。この人もスリクソンの ZX5 Mark II ということで、まあ、ミズノも気になってるし、この人は日本ブランドが好きな方なのかもしれないですね。ステルス2を購入し、今ステルス2プラスのカラーカスタムを注文中です。単にテーラーメイドが好きなんです。まあね、あのゴルフはね半分はロマンで成り立ってますから、大変よろしいんじゃないでしょうか。シダではステルス2プラスよりパラダイムより飛んだから、でどのクラブに投票したかちょっとわからないんですけど、この2つ以外ってことですね。コブラのキング LTD、 デシャンボーが長く使っていた低スピンヘッド&重たいヘッドを試してみたいと思い購入。まあ、この方はね、あのエゾゴルフのメンバーシップの方なんですけど、結構ねギアにこだわりがあって、特にデシャンボーがね結構好きな方みたいで、まあね、この方も結構ロマンのあるドライバーを購入したんだと思います。7 Mark II 衝動買い。なんかこの方からはね、抑えきれない衝動を感じますね。まあ5のね Mark II も結構完成度高かったので、7も結構ねいい仕上がりなんじゃないかと僕も期待してます。 TSR でしょ。まあ、この方はね多分タイトリスト大好きな方なんでしょうね。まあ、TSR ねできれば 1,2,3,4 どれ買ったか教えてもらえるとありがたかったです。買わない、
この方もね、毎年クラブなんて買い替えないからみたいなね、強い意志を感じますね。普通の人はね、毎年クラブって買い替えないと思うんですけど、まあね、やっぱりいろいろね、毎年出てると欲しくなっちゃうっていうのがゴルファーですよね。買いません。なぜなら何使っても一緒で、今のクラブで十分なので買いません。まあ、この方はなんか悟りの境地に達してるような感じですね。まあ、僕もね、いろんなドライバー打ってきてますけど、まあ飛距離ってね、ぶっちゃけそんなにね、大きくは変わらないっていうのはね、確かあると思います。まあでも完成モーメントとかね、自分に合う一本っていうのはきっとあると思います。なのでこの方も、まあ今自分のドライバーがね、とても気に入って使ってるんじゃないかと思います。エドボル、いかがだったでしょうか。コメントを見た感じだと結構ばらついていてですね、投票結果どれが1位になったのかなってちょっと予想できない感じだったんですけど、まあ、気持ちステルス2が多くて、まあ、その次はコブラ、ピンか、意外とスリクソンも多かったかなというイメージでしたね。では405票集まったアンケートの結果がこちらです。ステルス2が 27%、 パラダイムが 20%、 エアロジェットが 6%、 G430 が 19%、 その他が 28% という結果になりました。その他が実は一番多かったんですね。でその次がステルス2、次がパラダイム、次が G430、 最後にエアロジェットという結果ですね。まあ、エアロジェットはまあコブラってね、まあ、マイナーって言ったら変ですけど、結構使ってる人、まあ、少ないなってイメージなんで、まあ、予想通りではあるんですけど、結構ね打ってみたらいいクラブなんで、実はおすすめのクラブではあります。で1位は案の定ステルス2だったんですけど、まあね、カーボンフェイス、ステルス1の時に比べたら優しさもアップして、だいぶ扱いやすくなったっていうところが今年のステルス2の売れ行きにつながってるんじゃないかと思います。でパラダイムは今までとはね、名前の感じがこうガラッと変わって、まあ、新しいねモデルになったっていうような印象があるんじゃないかと思います。まあ、デザインもちょっと変わって、玉筋もねちょっと変わったし、今までにないキャロウェイっていう感じだったと思います。で G430 はまあもう安定ですね。ピンといえば安定感っていう感じで、今年もそれを引き継いでいたと思います。でその他の中ではまあスリクソンのね ZX5M2 試打したことあるんですけど、あれも結構弾きがあるクラブで、もう結構飛びもね特化したような感じで、いいクラブね、飛びそうなドライバーだなっていう印象がありました。僕今年もね、いろんなクラブ試打してきましたけど、各社いろんな特徴があって、いろんな良さがあるなっていうのが僕の感想です。ドライバーはロマンを追求したり、まあ、実用性追求したり、いろいろ個人によってね選び方あると思うんですけど、まあ、こういう投票これからもやっていきたいと思いますので、少しでも参考になったなと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。で投票できればこれから皆さんに参加して、もっといいアンケート作っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。では今回は以上です。ありがとうございました。